マルサンホビー動画チャンネル5月25日、えー、再入荷品とあと注目の、えー、限定品の入荷とか多数ございますんで、えー、ごあのー、ご覧ください、えー、まずあのー、一番最初にお勧めしたいのがテンピエですね双葉のこれが一番上のトップモデルになりますでその中でも今回あのー、限定で入ってまいりましたのはなんとですねこの受信機が通常は一つ のセットとあと2つ付いてるダブルレシーバーだけなんですけれども今回はホビーショーの限定品だけでですね3個ですねこれが。 ついいてててお買い得になってますであのどうしてもあの受信機一つは済みませんからあのこれは電動化用のタイプですけれども3個ついていて非常にあのお買い得になってますんであのこれが世界最高の送信機になりますで難しそうと思ってる人もいますけどそんんなことはありませ 3PV4PM+10PX ってあってこれを買った人は必ず皆さんあのどうですかって感じを聞くとですねあのニコニコしながらいいおじさんが良かった。 素晴らしいって必ず言います。それはちょっとやったことがある人じゃないとわからないんですね。だから 3pv よりの上が双葉の場合はあの4 p ンプラスですけど、それでもほとんどすごい性能は出てます。で、あのただあのさらに上っていうと、これはあのバッテリーが付いていて、充電器も付いてるハイスペックになりますし、あの何よりあのコンピュータープロポですね。あの扱いが難しいってよく言われるんですけど、これは簡単なんです。 ポンってボタンを押すとカタカナでメニューが出てきてそれがとても見やすくてですね 3PV よりもに逆に入門のタイプやつのよりもあのこっちの方のがあのあのセットはしやすいんですね。この辺はあのいくらメーカーのホームページを見てもあの情報として出て,きな出てこないんで分かりづらいっていう人は多いんですけれどもあの実際扱ってるところから言うとやっぱり説明が難しいんですね。ですから 10PX ホビーショー限定の3個付きですね。特にこの L 型のタイプは電動化専用ということで非常にスペースがあの。 えー、限られた車でもドンピシャリですし、あのー、この送信機でできないものはないあの送信機の最高の王様のプロポが入ってまいりまして、あのー、一番おすすめの限定のモデルですこちらが大人気の双葉の 4PM プラスですでこちらは R314SB-E 受信機が2つ付いてる通常品になります、えー、と性能的には 10PX です、ねまあ10 に比べ,る比べても遜、あのー、色がないくらい性能は上でですね、あのー、送信機は炭酸電池4本でできるようになってます省エネで、あのー、3PV よりこっちにした人はですね、あのー、変更してよかったって必ず言われます双葉のいいところはですね、あのーえー、3PV4PM10PX ってありますけど 10PX 専用の受信機は 10PX しか使えないんですけどあの切り替えであの全種類の受信機が使えるのがすごく強いんですね ですからこちらのはあは、ハイフン E ってやつは、電動化用でアンテナ性がないタイプで、非常にお勧めであの、当店でも一番売れ筋のナンバーワンの欠品の商品が入ってまいりました。えー、こちらが、えー、大,人品大人気品の g − f o r e の7.2ボルトのニッケル水素になります。 え容量が3000 3800ミリとですねで何が違うかというと容量が違いますんであのでよくあの皆さんがあの目にするあの入門向けの青いバッテリーとか黒いバッテリーだと大体10分くらいしか走れないんですけど、えー、こちらの手だと20分以上30分近く走りますですからあのパワーも強いですしただあの日課の専門の充電器だけは使いませんからニッケル水素対応の充電器になりますけれどもあの高性能で長く遊びたいっていう人が多いものですから是非こちらとちらとえっと。 えー、充電器もやっぱり今、まあ、いろんな急速充電器がありますんであのでそちらの方でたくさん楽しく遊んだ方がいいっていう人が多くって日経スイートのこの辺は一番売れ筋ですね。であと,、えー、とですね久々にこれが入ってまいりましてこれは何かっていうと強小の7.4ボルトのリポバッテリーになります。 共商は完成品はみんなこの2ピンコネクターなもんですからアメ車でもハコスカでもスカイラインでもフェアリディ Z でもみんなこちらの対応になってるんですね日経水素でも動きますけれどもやっぱりハイパワーな車が欲しいって方が多いもんですからほぼこれが当然同じメーカーで作ってますんで共商のレディーセットなんかはどんぴしゃりで高性能になってますで容量も4000ミリありますからリポ対応の充電器で必ずやるようにバランス充電でやるようになりますけれどももうその このま,まあのボルトオンでこの乗っかってですねかなり高性能になりますんであのせっかくのあの狭小のレディーセットですねすごく力が強いタイプでいろんなモデルが出てあのフェザーのシャーシーベースですけれどもとてもよく走りますんであの狭小、えー、の,のレディーセットはみんなのバッテリーがあの別売りになってますんで一番おすすめのこのあの レディセッットのあのリボのバッテリボバテーになりますねで合わせてこちらも強床のタイプでですねこれはちょっと変わっててですねあのなんとあの、えー、通常のよく電動カーだと7.4ボルトなんですけどこれは11.1ボルト3セルになりますで何に使うかっていうと強調のレディセットでもタコマシリーズですねあの3セルの11.1ボルト使える ものがあるんですねでそれをこれにつけるとものすごくあの当然7.4に比べて11.1ボルトですからもうはるかにパワーが違ってもう地上用であの、えー、かなり振り回されるくらいのハイパワーです。やっぱりあの えー、タコマとか京商のそのタイプのビッグタイヤのタイプなんかだとやっぱ3セル2セルも使いますよでも3セルも使いますっていうともうほとんどの方はこちらの3セルを選びますね。えー、とものすごいパワーですからあの最初だと送信機であの調整しておとなしくしてから慣れてからからどんどんフルパワー使うようになりますけどあのもうものすごくあの タコマ系なんかだとビッグタイヤで、あのー、オンロードでもプローでも飛ばせますけど広いところでこちらのパワーをかけてもうあの飛ばすとです、ね、非常にスカッとしたっていう人があの多いあのお客さんの一押しのただあの通常の,あのフェザーとかには使えませんから必ず 11.1V は使えるモデルになりますけど他のメーカーで 11.1V ってあまり出してないんでもうこれのほとんど一択になりますね。これれもしししばらく切れてままたたけど再入荷になりました でもうちょっとあの一般的な方なのでしたらこれがえっと G ホースの,あのリポのバッテリーの 7.4V の 3000mAh 3000になります。これは非常に使いやすくて通常のタミヤコネクタが付いていてあの通常のモデルに使えるタイプで 3000cc であの日数とか日経水素に比べてパワーがあって軽量でっていうので人気があります。ね。あの種類的にはこの3100と、 あと同じくタタミヤコネクタンついた4100の容量もありますえもうたっぷり30分以上走れますんであのえ通常のタイプとか、まあ、あのリポのえ使えるレースなんかでもそのままお使いになりますしあの使いやすくって軽量でハイパワーっていうふうに非常にあの人気のあるのもあの、えー、再入荷してきました、えー、続きましてサーボの入荷ですね 双葉の s の u305 ですね。これもあの新しいシリーズになります。で、6v でやるとですね。あの力が8 9キロ。大きい強いですね。スピードが0.18秒です。これがどんな感じかピンとこないっていう人はですね。通常の普通のあの双葉のあのサーボ標準的なものは、あのスピードが0.2秒です。ですから、だいたい。これは少し速くなります。で力がですね。あの、通常のサーボは4。あの普通のサーバは4キロなんですね。8.9。あの8.9のあのトルクっていうことは、あの力が強いタイプで標準のタイプ。になって ですからノーマルのサーボであのちょっと物足りないあのバギーとかドリフトとかもちろんオンロードでもあの OK ですけれども上のクラスを使いたいという人は1つ上の階段がこれになります。で、もう1つ上がこちらになります。これも双葉のタイプで S-C の300っていうタイプであの何が違うかっていうとやっぱスピード力が違うんですけどこういうところのファイナルギアですねサーボフォ本が付けるとか金属になったりとかやっぱグレードがアップしてます。で、こちらはですねえと6ボルトでやるとえ通常があの 4キロの力とスピードが0.2秒で行ってきたりするんですけど0.14秒と力が8キロですねで非常にあのその305の一クラス上になりますんで非常にあの性能が安定して強いんですから電動カーとかエンジンカーとか力が欲しいバンギーなんかはうってつけで評判がすごくいいやつですであとこちらが、えー、双葉の MC340CR っていうブラシのアンプになります で、これは気をつけるところが一つであの、タミヤのリフェの6.6ボルトは動かないです。そこは注意してください。7.2ボルト、7.4ボルトとか、日ドとかッケル水素は大丈夫です。で、あのー、こちらのすごいところは、これ、えっと、すごく、あのー、そのままボルトオンで、あのー、手軽にできて、ここにジャンパーセンというコネクタがこのあるんですけど、これの差し方によってバックキャンセルとか、あのー、これですね、バックキャンセルとか、ちょっと見にくいかもしれませんけど、差し込みですから、通常はこれでいいんですけど、あのー、特性を変えることができます。 簡単にその場で誰ででもあのイージージににきるようになっていていこちらの方であの市販のブラシのモーターは全部使いますタミヤとかヨコモとかあの関係なくてですからこれで使えないっていうとよっぽどあの昔の,あのとんでもないモーター以外は通常の今出回ってるモーターはあの全てあのフォローできますんであのおすすめの使いやすいあのアンプになりますであとこちらが双葉の R2104 ハイイフンのタイプですねこれはあの4ちゃんの受信機なんですけれどもあのすごく人気があってですね、えー、値段がリーズナブルなんですけれども4ちゃん使ってますんで 3PV4PM プラス 10PX 全部使いますでこちらの方はアンテナ線がなくて使いやすいのとあとテレメトリーとかいらないっていうあのイージーにやりたいという人はこれでもう十分なんですね非常に人気のある使いやすい受信機が入ってまいりましたであとこちらが えー、双葉の GYD470 ですね。何回かご紹介もしたことあるんですけどやっぱ定番でよく売れてるものですから品切、えー、れて入荷いたしましたこれは、えっと、GYD470 ということであのドリフトの,あのジャイロになりますもう最近はもうドリフトは二輪駆動のドリフトがあの定番になってますんであのこちらのジャイロはですねあの えーまあ、今もうあの双葉のサーブは全種類デジタルサーブになったんですけどデジタルサーブで動かすあのジャイロになりますのでそれはちょっとお気をつけくださいアナログサーブはちょっとお使いになりませんからタミヤのファインスペックには使わないでくださいというか動かないですからあの使えませんですからその辺はちょっと気をつけてくださいあの時々あるのがジャイロでも使える使えない台がありますんであので必ず購入の前に自分は何の送信機持ってるんだけどこれは使えるか使えないかということを確かめてくださいあの時々あのあの,他のお店で買ってこれが動かないんだけどパッと見ると首が動かない 組み合わせが使えないタイプとかあの時々見られますので、あの相談ができるお店で、あのやっぱりあの購入した方がよろしいと思います。この辺はあのネットとかであのメーカーのホームページ見てもわからないんでっていう人が多いんですね。ですからアフタバの 3PV4PM プラス 10PX 持ってる人はドリフトやりたいって言うと、もうこれがベストですので、でそのくらいドリフトに特化して作ってますんで、あのおすすめのジャイロになります。 えこちらは双葉のをお持ちちのの方限定になりますあのこちらのモジュールって送信機に付け足すとですね、あのー、ミニッツのモジュールがこれに使えますんで簡単に言うと 10PX でミニッツレーサーが全部できるようになりますですから 10PX で、あのー、ミニッツレーサーを持ってる人は必ず必需品のオプションパーツで、えー、長らくこれも欠品してましたけれどもあの入ってまいりましたあのおすすめの商品ですねであと珍しいのはあのー こちらはあの引っ込み客アダプターということで、あの二股コードというものです、まあ。すぐに使わなくても覚えておいてください。あのこういうものもあります。えー、とこちらがですね、あの大きいコネクターのメスが2なってますけど、こっちにサーボを2つつけることができます。で、これをあの1つの受信機のところに挿すとですねあの、2つのサーボが1個のところで動かすことができます。ですからあの、本来はあの飛行機の引っ込み客用ということでやってるんですけど、あの車で一部これ使うときがあるんですね。ですから、こういう2つのサーボを1つにまとめたいというときに、あの えっと蓋がきっちりあのかなり綺麗にできてますんであのこういうものもあるんですね。絶対工作の時にあのいろんな車を使っている人はあの必要になる時がありますんでこういうのも扱ってますで。あとこちらがスクエアの新しいタイプの Xc60 のコネクターです。あの Xc60 のコネクターというのは最近すごく多くなってまいりましてあのー。 タののプラスチッククコネクタでその次に今2ピンコネクターという T 型のがすごく多いんですけれどもその次の世代として,てですねあの飛行機ものから来てるんですけど XT60 で6 0アンペアかけられるあのコネクターでちなみにあの T 型の2ピンコネクターは3 0アンペアまでなんですねだっただ本当に3 0アンペアかけたらコネクターは溶けちゃいますけど一応名前ということでそのくらいの性能ですよ3 0アンペアくらいまでは OK ですよさらにこれ倍ですからこれの方が上になりますであの、えー、なぜこれが最近出てるかっていうとですね最近の充電器があの えー、コードをつなげるとかみんなこの x c 6 0にどん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 変わってるんですねやっぱそれだけメーカーも特にあの充電器のコネクターってですね一番接触が悪かったらあの充電ができないもんですからかなり充電器の,あのメーカーはコネクターにすごく気を使ってますでこちらの方はそのシリーズのオスメスが入ったタイプで判断付けがしやすいタイプとでこれにこのタイプにこのキャップをパンとはめるんですねでなぜそんなことするかっていうと従来の x c 6 0にそのまま使うことができますあのよくあるのがここにコードをつけてあの えー、熱で縮める収縮チューブをやって100円ライターで炙ったりとかしてやるんですけどこれはいらないんですね非常に頭がよくてハンダ付けしちゃってこれがあのプラスチックの,この,あのカバーがパンとはまるようになってもうそれだけで OK で収縮チューブがいらない優れたオリコさんンなコネクター出て今結構ヒットしてますでそのタイプでやっぱハンダ付けなかなかめんどくさくてしょうがないっていうおじさんのためにあの、はい、ハンダ付けしたコネクター付きのやつも出てますでお姿とあとあ メス型とととはあありりますすすのでで充電かから引っ張っ張たりとかするににこれもあると非常に便利ですねあの店頭に来るあの結構年配なおじさんでもなるだけハンダ付けは嫌いだから避けて取りたいというのは山のようにいますのでこのようになってますからあの負担がすごくあの少ないんで、えー、この XT60 これからもうどんどんメインになってくコネクターなもんですからただこういうコネクターをやるときははんだ付けが絶対必要なもんですからあのハンダ付けは以前あの え何回か、ハンダ付けのやり方とかも動画でアップしてますんで、ご不安な方はあのちょっとそちらも参照してください。矢ず嫌いの人が多いんであ、ある程度レベルが上だと、ハンドは避けて通れないんですけど、プラスあの高性能なコネクターで、性能かなり違いますから、あの昔、冗談みたいな話で10万円くらいの充電器を売って、故障だって言って持ってこられたんですね、でそれは本体の故障じゃなくて、コネクターの接触が悪くって、充電ができないってのがありました、実際。 ですからコネクタ甘く見てる人が多いんですけどここが電気通ってきますからここがダメだとやっぱりあの性能が発揮できないんですねですから高い充電器でコネクタエラーって出てくるのはここの,あの接触の不良がほぼあの同じですねずっと同じコネクタあのやるんじゃなくて時々点検して早めに交換した方のがあの高性能なのを維持できるコツになります。 であと、ハンダ付けしなきゃいけないコネクターですけど、こちらは 4mm のリボバッテリー用コネクターで、あの四角い角型のバッテリーをあのこちらの方でブスッとさして、その上にハンダ付けで止めます。あのなぜこれが必要かっていうと、ですねあの四角いコネクターであの F1 とかあのバンギーのすごいあのコンパクトなボディとかだと、上にこう出てくると、あのボディを押さえてあのうまくこう配線ができないんですね。これはもう低く横にできるものですから、非常にあのコンパクトにできますんで、もうこれ、 くらいのレベルになってきたらハンダは覚えてくださいあの動画を見てください絶対必要ですけど4ミリが一番バッテリーで使うタイプなもんですから一番汎用品が入ってまいりましたであとあのスクエアさんはですねいろんな電動カーのオプションパーツも作っていてここのメーカーのすごいところはですねあの他のメーカーと違ってタミヤの新しい車が出ると必ず買うんですね で組み立てます。で、走行させてで、それからあのオプションパーツを作る。非常にあの昭和の時代から続く、あの正々堂々した使い方なもんですから、パッと見ると値段が高くってあれだっていう人もいますけど、質はすごく高いんですね。あの、この辺はやった人じゃないとわからないんですけれども。あのー？ 中国系で安いやつだとあの品質が悪いあの中にはあのアルマイトっていう処理じゃなくってあの塗装してあるメーカーもあってシンナーで取れちゃうなんていうあのノア化もありますただそれもあのネットとかあの雑誌とかで見ると表面の写真は分からないんですねあの実際使うと質が全然違いますからこのスクエアのオプションパーツは各社いろんなものが出てますけれどもそのままボルトオンでできてあの非常にあの高品質でアルマイトの処理もしっかりしてますんであの、うん、そうですねあの長く使うこともできます これはちなみに TA06 の、えー、オプションパーツでこういうサスアームとか、えー、TA06 とか08とかに使うタイプで、ね、アルミのスパーホルダーとかあの、えー、とキットメーカーのやつよりもすごく例えば径が大きくてあのスパーがちゃんと安定するとか考えてちゃんと作っててあのネジが止めやすいようにこの複数出たりとかあの品質が上の方になりますんで、あので、ーえー、高品質のオプションパーツになります。でこちらも、えー TA08 とか TA06 とかに使うアルミサーボホルダーとか非常にあの剛性が高くてですねあのこの辺はちょっと使ってみないとあのえ分かりづらいと思います、まあ、メーカーがあのキットメーカーが出してないところも作るんですけれどもここのメーカーのすごいところはちゃんと走行させてそこのどうしてもキットだとあの妥協してるところもあるもんですからそこのまあウィークポイントじゃないんですけれどもあのもうちょっとこの手入れればあのコストが高くなっちゃうけれどもあの走りの椅子がガラッと変わるようなところを真摯に作ってるメーカーですね であとこれが部品で G−FORCE の何回もご紹介したことがありますけどあのオイルダンパー用の X 断面オーリングですね。X 断面オーリングっていうのはこの 3mm のこのナットでもう要は 3mm のオーリングであのオイルダンパーのところにいるにはこれが一番優れてます。 ただ本当はこれ最初のオリジナルは京商が作ったのが一番最初だったんですけれどもでこの業界ちょっと当たるとそこにわってきますからあの同じようなものがジーホーズとか横モさんからでも出ててあのこの辺の普通のオーリングよりもこっちの方のがあのオイルが溜まってあの滑らかになりますんであのでぜひタミヤとか京商とかお使い方なんかでもあのお使いになりますのでおすすめの消耗品のオーリングです。でこれが京商の,あのボディリーマですねももう透明ボディとかもう最近はあの ヘッドライト、テールランプとかの他にあのサイドミラーとかリアウィングとかつける時に小さい穴も開けたりとかするもんですからこれはこういうすごいあの滑らかで。あの 結構持ってない人もいるんですね。で、ドリルとかでやっちゃうとですねあの芯あの、刃物だと芯が触れちゃったりとかしますがこれは綺麗にスパッと穴が開いて、しかもバリが出ないんですね。ですから、先の曲がったサミとこのリーマは必ずボディを、あのーまあ、1台1個しか作らない人は別として必ず必要なものです。他のものだとちょっと代用ができないんで、あの先の曲がったサミとこのリーマは必需品です。ですから、あと必要なものは油性マジックで最初印して、これで少しずつ穴を開けますけれども、えー、と時間と根気ですね。で、やっぱりこれは必需品です。 であとは、強小のパーツですけれども、こちらはミーツのエボ用の、えーとまあ、受信機ですね。こちらは、えーとですねえー、とミーツのエボリューションのタイプで、双葉の対応の充電器ですね。ですから、4PM プラスとか 10PX にこれを扱うと、エボがこれでちゃんと動くようになります。であとこちらが あのこちらの受信機のアンテナは線,線がついていてこの色で判別してますからこのちょっと黒っぽいのはあの、えー、あの双葉用ですでこっちの方は狭小用なんですね白いタイプは。で先ほどの,あのミーツの,あの双葉の,あのモジュールを指すところがあったんですけれども。あの これは何のために使うかとエボのところで使ってです、ねで、これをあの持つとです、ね、京王製のプロポ、京商製のプロポはこれでできます。だから各社それはあるんですけど、あのこちらを持ってると、エボの,、ね、のタイプで、まあ、双葉とこの京商のやつを持ってると、10PX の人とか 4PM プラスは全ミニッツが使えるようになりますんであので、おすすめの受信機のタイプです。京商の,あの一番の隠れたヒット商品、ですね。LED ライトユニットになります。 これが非常によく売れてるのはやっぱり京商さんだと箱スカとかスカイラインとかアメシャとかいっぱい出していて全部にこれが使えるんですね。非常に頭がいいあの LD ライトユニットでこれは4棟なんですけれどもあの K は 5mm になってます。ということはタミヤでもどこでも 5mm の大きいタイプと同じになってますね。でこれのいいところはあの4棟で白が2つで赤が2つです。で あのこれをやってみてそれで良ければよし増やしたいっていう人はあの増やすことがどんどんできるんですね。だ基本はこの白2つ赤2つでスタートします。でやり方は簡単であのこっちの受信機に挿すとこのオスとメスとありますからこのオスをあの 受信機ののいてるチャンンネルのところに挿せばランプがつきますすただそれだそんけなんですねあとはあのライトはあのヘッドライトとか京商さんとかタミヤとかあのちゃんとつけるようになってますから 5mm のタイプは挿しといてでコードはです、ね、アルミのテープなんかで留めていきますじゃあこっちのメスは何に使うのっていうとあのこれをもっとあの本数を増やしたい時にあの、えっと、こっちを使うようになりますから通常はもしこの2つ2つでやるときはこれだけで OK ですでこういうのもあります アメシャとかラリーカーとか増えてきてあライトがこのタイプだと足りないっていうことがすごく増えてきましたですから通常はこの白2つ赤2つに追加してあの透明を増やしたいというのはこれが白いやつ2つなんですねでこれもオスメスがついてますからあの本体のやつに挿していけば白がどんどん増やすことができますであと同じくテルランプを増やしたい人は赤の2等が増やすことができますですからこれで大体済んでたんですねところがそのラリーカーがいっぱい出てきたものですから あとアメシャの一部でもすごくダイナミックな、いっぱい出てくるのがあるもんで、さらにこれがですね、あの4等で全部透明で、同じく4等で全部赤っていうのも出てます。ですからあの、その辺がもう、その、協商さんはあの今、いろいろ種類を出してるもんですから、あの旧車あり、アメシャありあの、えー、ラリーカーありとか、もう多種多様ですから、これからもっとどんどん増えてきますんで、あのこういうのもあって、ただ、 これをただだネットだけ見たと分かりづらいんですねですからあの、えー、分かりづらかったらあのお店屋さんに聞いてくださいお答えしましょうで、あのー、基本的にはこの白2つ赤2つでスタートしてそれから2個ずつ増やす人もいればもう最初からあの、あのー、ラリーカーってすごく多いもんですからもうあの4つ以上って言ったらこっちからやるとかそういうのができますし、あのー、付け足しがすごくできますしもし万が一あの半端に多い場合はですねやり方を教えてあげます、あのー、えーとこちらの方をを使わないやつを 短期なおさんで切っっっちゃったたた。人もいいいすね。もったいないと思いましたあのそれだったらこれをあのタミヤさんとかのアルミのテープとかであの巻いといて貼っつけておけばあの後でこう使うこともできますからあの切っちゃった人ももったいないなと思ったんですけど熱が出ない LED ですからそれで十分あの対処できますんでそうやってくださいあのこういうのがあの、えー、と久々に全種類揃いましたね非常に珍しいです。であとこれが 強小のものでえっ、ー、と 6V の1600ケル水素の受信鏡のバッテリーですもうズバリエンジンカー用ですねこのタワラ型になっているってことは単三電池4本のサイズと全く同じだもんですからピュアなレーサーには使いませんけど強小ではインファーノとか FW-06 には逆にこれじゃないと乗っからないんですねで、こちらの方はニッケル水素の あのバッテリーでですから、えー、コネクタが細いんで、あのーまあ、最近はあの急速充電器でもあのいろんなあのコネクタが出てますからそちらの方で充電するかあのもしあの多協な充電器でやるんでしたらこれは 1A か 2A までの力でやってくださいそれ以上はこのコードが持ちませんから特にそういうのも歌ってないもんで普通の人は分からないもんですからねよく聞かれる、えー、質問ですけど時間がかかってもよければ 1A 急ぐ人は 2A で大丈夫ですそれは気をつけてください。 であとこちらはミニツレーサーの送信機用モジュールになります。これはあの双葉の 4PM プラスと 10PX アダプターが付いてるやつに必需品ですあの。これは何のためにあるかというと、これを 4PM プラスに挿すとですねあの、ミニツレーサーのレディーセットは必ず送信機が付いてるんです。ですからあなたの持っている送信機用のミニツレーサーを 4PM プラスで動かすにはこれが必要なんですね。10PX の,あのモジュール付いてるタイプはあのこちらで使えます。ですから、あの あのよく勘違いされてる人が多いんですけれども、ミンツレーサーっていうのはあくまでも競争の商品なものですから、競争の電波っていうのがあるんですね。で、双葉は双葉の電波があります。ですからあの、よく見てない人は分からないんですけど、10PX と 4PN プラスはあの送信機をスイッチ入れてあのメニューとかを見るとですね、ミンツの電波台は2つあるんですね。だから本当はそれはおかしいんですけど、競争の,の,の商品のものと双葉独自の,あの電波とありますから、あのえー、とその辺があがメーカーのホームページまで余計分からなくなったっていう人が非常に店頭で多いんで、狭小の,の電波体と双葉の電波台と 電波帯とありますんで、あの切り替えが必要ですけど、あなたの持ってるもしあのレディーセット送信機が最初から付いてるタイプを動かすにはこれが必要ですね。あのその他で分かんなかったら聞いてください。応対しますから。ですからその辺があの、えー、これだけ見ても分からないんですね。非常にその辺があのー、分かる人はあの受信機にアンテナ線が白い色だとあの強調用だよとか分かるんですけど、そんなの特に書いてないんで分からないんですね。あのー、せっかく買ったいいもので動かなかったらシャレになんないですから、それは確認してからやってみてください。 あと、こちらは、えっ、ー、と、珍しいんですけど、フォーチューン、あの、ヨット用の、あの、修理用のパーツですね。あの、こういうのも扱ってます。で、あと、えっ、ー、と。あの、京商さんは、あの、いろんな、あの。 電動エンジンジとかの扱っててあのこれからご紹介するのはほぼ電動系とかのののバギーのパーパツですすねここういういも扱ってますこれは 5.8mm のハードボールでかなり使ってちゃんとフッ素加工がかかっていて非常にいいってことは見る人が見ればわかるんですけど何も書いてないのでわかんないんですねただハードボールって書いてありますけど銀色してるやつは単なるアルミですから減りが早いんですけどこれは1クラス上でそういうことはちょっと本当は書いてもらいたいところですけどね。 でこちらも、強小のカウンターギアセットで、オプテアミッド用のオプションパーツになります。あごめんなさい、あのスペアパーツになります。でこれは強小製の48ピッチの22枚のピニオンギアです。結構、強小性はあの質が高いあのものを使ってますねで。同じくバギー用のタイプで48ピッチの20枚のピニオンギアになります。表面処理をしてますから、すごいスムーズです。 でこちらも、えー、こちらのスパーギアですね。これも RB5 バギー系のスパーギアであの受けがこうちょっと独特なもんですからあのアルティマ系なんかはこれじゃないと使いませんから UM って書いてあるとアルティマって意味ですからそういうのであの、えー、小分けしてますけれどもほかに使う時もありますので。でこれが、えー、同じく5 8ミリのハードボールですね。これはあのかなり消耗で使うもんですから、えー、やっぱりあのスペア含めて多めに持ちたいところです。 でタイロットを調整するのにはこのチタンアジャストタイロットで 68mm でバギー用ですね長いですからで狭小のタイロットはあの優れていてよく表に出っ張りとかあったりとかするとですね六角になったりで調整はしやすいんですけどあの動かした時にぶつかったりとかするんでこれは穴を開けてあの六角レンチの細いやつつけてひねればあの調整ができるようになっていて非常にあのスリムになっていてあのまあ強度もあ,のある程度取ってますんであのおすすめのチタンのアジャストロットですね。 でこれも UM の612っていうことはアルティマ系のデフのシャフトですねやっぱ力がかかるもんでやっぱこういうとこはスペア持ってないとあの何かっていうとあのジャンプしてポンとしたい時にあの破損しやすいとこですからあの必要なスペアパーツですね。 あと、こちらは同じくアルティマ系のデュアルスリッパーシートで、ホワイトっていうタイプで、スリッパークラッチって言ってですね、持ってる人は分かるんですけど、バギーでスパーギアを、このスパーギアをジャンプからバンっていって着地すると、痛める時があるんですね。その時に、ここにこのシートが貼ってあって、で、バネでこうするとですね、いつもバネで押さえてるから動くんですけど、いざというのあは、スパーギアが無理な力があると、滑らせることができる。の あのスリッパークラッチってのがあって、それのスペアのパーツですから、絶対にこれ消耗品で必要なんですね。あのこのようにバニー系も入ってます。で、以上あのこのように本日はあの再入荷とかあのえっ、ー、と非常にあの長期欠品のものとかあの珍しいものとかもえの他種あの入ってますんで、あのまたこのように。 えっと、入荷しましたら、すぐ、あのー、逐一入荷情報はアップしますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。合わせて、マルサンホビーでは、ジャサイト、ヤフーショッピング、アマゾン等で通信販売も承ってますので、そちらのご要命もお待ちしてます。いつもご清聴ありがとうございます。